わしが加賀大納言前田利家じゃ。わしが肥後の神加藤清正。わしが天下御免の歌舞伎者前田慶一。神社支え東馬。神社支え夏。我ら名古屋おもてなし武装隊はあ。さあ皆様改めましてこんばんは。こんばんは。本日は東山動植物園にお越しくださいまして誠にありがとうございます。さあ本日は、はい、武将様と月夜のもみじ狩りということで我ら名古屋おもてなし武将隊もこちら東山動植物園に出張ってまいりましてございます。大変にございまする。さあここで皆様に一つ聞きたいことがあるんですけども、はい、我ら名古屋おもてなし武将隊のことを見たことあるよ聞いたことあるよという方いらっしゃいますでしょうか。手を挙げてください。あ、多くの方がねご存知でございます。 ありがとうございまする。改めまして我ら名古屋おもてなし武将隊と申しまして普段は名古屋城におりまして、はい、武将様6名足軽4名計10名にて名古屋を世界一の観光都市にせんかため戦働きをしておりまして本日も日中は名古屋城に着いたし、はい、その後にこちらへとやってまいった次第でございまして我らなんとですが、はい、今年で10周年でございまして、はい、皆様のおかげでございます。おかげさまで10周年でございまする。ありがとうございまする。こたびもなんと10周年祭記念トークイベントということで、はい、ここの東山動植物園殿にお邪魔しておる次第でござりまする。なるほど。これからは武将様にその動植物園の歴史魅力やこたびはもみじ狩りでございますので紅葉の見どころといったところもご紹介いただきたいと思っております。大変にござりまする。そしてですね、武将様から得た知識を蓄えたまま散策していただきたいんですけれども、ただ回るだけではなく我々と一緒に何かできることはないかということでご用意した企画がござりまする。それが今東馬さんが持っておるものでござりまする。こたびのこの東山動植物園殿でのお催し、皆様にもご協力をいただきまして名古屋市内にありながらこんなにも綺麗な紅葉をめでることができるということをもっと多くの方に知っていただきたいというふうに考えておるのでござりまする。そこでこたびは皆様がお使いの SNS、 こたび使いますのはつぶやき機ツイッターでござりまする。このツイッターに本日皆様が散策をされまして撮った写真を載せられる際にあちらの赤い文字で書いておりまするハッシュタグ武将と月夜のもみじ狩り、この文言を一緒に投稿してくださりませ。そうしましたら後日武将様がこれは良い、これは綺麗だ、これは素敵だといったものを選ばれまする。そしてその素敵だと選ばれたものを投稿してくださった方には後日ささやかではござりまするが我々から贈り物を進呈させていただきます。ぜひとも本日投稿されましたものが対象となりますので、はい、皆様ふるってご参加くださりませ。よろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました武将様方に語っていただきたいと思います。では武将様方よろしくお願いいたします。お願いいたします。よーし、まだかまだかと待っておったがやっと我らの出番であるわけじゃな。はい、まあとはいえこの東山植物園どんなところかというのをまず知らねば楽しむ余地もないと確かに思うわけじゃな。どのような場所でございましょうか。単刀直入に聞くわ。じゃあまず皆も気になるだろうでしかと説明してまいるが、この東山植物園名古屋市内東山にそびえ立つ植物園であるんじゃが、なんと開設されたのは昭和12年。おお、だいぶ前に戻ります。西暦でいうところの1937年だで、今から考えるとだいぶ昔に建てられたわけじゃけれども、さよゆえにこの日の本においてもこの植物園としての歴史が非常に長い場所の一つなんじゃな。さらにはなんと敷地だけを取っても日の本有数であるにもかかわらず、さらに中にあるのは植物だけにあらず。なんとというのもこの東山植物園、多くの文化財やさらに歴史的価値のあるものが行さん詰まっておる場所なんじゃな。確かになんかそういった建物もちらほらなんか見えるよ。さよ、まあここから一番近いところで見るとちょうど皆から見て左手側にある
武家屋敷も、うん、まああれはなんと我らがおった戦国時代からおよそ使われておるものさそうじゃ。なあ、それほどまでに非常に歴史の深いこの名古屋ならではの植物園がまさしくこの東山植物園であると。まあ中にある植物ももちろんそれに引けを取らうほどの種類そして貴重さがあると。あ、確かにもう何千種となんかあると。そうそうそう、かなりの数の植物があるのは当たり前なんじゃけれども、その中でもやはり刮目してみるべきは日の本固有の植物が非常に多いという点。なるほど、日の本固有、我らと共に生きてまいった草。そう、もともと日の本に根付いておった植物、現世においてはその多くがいわゆる絶滅であったり、また減少の危機によってあの多く分布することができなくなってしまった植物をもこういったところで気軽に見ることができると。ああ、非常に珍しい、稀有な場所にございます。さようさよう。さすればこう家族なんかで、今日家族で来たよっちゅうものとか、家族で今日見に来たよっちゅうものも、うん、こっちから見ると全然わからない。確かに光が強くて、ね、おそらくそっちから見てるぬしらはあのわしらの顔よく見えるんじゃろうけど、こっちから見るわしらぬしらの顔が一つも見えんのか。人流れちゅうの真っ暗になってまってな。確かに、うつ武者のように見えるけど、ね、そうそうそう。まあしかしない、家族で来たものもまあちょうど歩いてるあたりなんか多分多く見えますけど、うん、まあ、小さなお子なんかにそういう、まあ、絶滅なんじゃよということを知ってたのが、今後やはりこう未来ある者たちに増やしていくためのな足がかりにはなるわな。そりゃそうだわ。特にそういった者たちが大きくなる頃にはこういった植物もどうなっておるかわからんものもちらほらとあるみたいだで、まあぜひともこの幼い頃に目に焼き付けて将来そういったものを保護するような、まあ活動をぜひともしてもらえるきっかけになればなと。まあその一端とになっているのがこたびのこうもみじ狩りであると。もみじ狩りは聞いておるわけじゃけれども、まあ、確かにこの我らの目からも見えまするが、いやいや、まあ最近ずいぶん涼しくなってきたで、なあ色づきもずいぶん加速し始めて、名古屋市内でもあちこち、まあそれこそ我らが拠点の名古屋城もずいぶんと紅葉が進んできたわけじゃけれども、ちらほらこうして夜光が当たると余計に綺麗に見えるわな。誠にござりまするな。いや、わしらもこの入ってきた時にパッと頂戴目に入った瞬間にこれには綺麗だな。うわー、そう、おそらくこんな夜にこれまでに美しい景色で撮れるのはおそらくここぐらいしかないんでにゃが、おそらくはそのような、うん、ライトアップなのものも、まあ、特別な期間中のみということで、うん、あの逃すことなく多分来とるとは思うけれども、ぜひぜひあの先ほど夏とトーマが申し上げたようにいい写真を投稿もしてもらいたいゆえに、うん、その辺はなんかこうモミジについても、おお、そうじゃな、せっかくだで、やはりこのモミジ紅葉をな楽しみたいという風流なる心をな持ってこの場に集まってくれたと思うが、おう、そもそもこの紅葉モミジ中のは我らのな400年前はもとより平安時代よりな続くそのような日の本の心が生んだ美的感覚なんじゃな。中のも例えば、あ、平安時代で言えば有原の成平注文が百人衆でな、あ、このような歌を詠んでおったりするわけじゃな。ああ、千早ぶる神代の時も気がずしてからくれないに水くくるとは、うん、聞いたこともなあるものおると思うけれども、これはな今の大和の国、うん、奈良県じゃな、奈良県に流れとる竜田川のその水面が実に紅葉の赤いな、そのような色も生えておって美しいなぁちゅう気持ちを読んだような歌なんじゃな。うん、なるほどなるほど。我らの心にも古くから根付いておるのがこの紅葉の美しさちゅうわけなんじゃな。そうじゃな。故に皆々が振り返りこの紅葉を見た時に心にな迫る思いがあるちゅうのは、うん、お主らが日の本の心を受け継いだ証拠でや。なるほど、日の本の民である証であると。さようにございます。ああ、ええこと言うんや。ではでは、その交流中のそもそもどういうものなんじゃいなちゅうのな。ああ、そうじゃな、それが気になるわな。さように説明していきたい。それ一番、それが一番気になっとった。誰もが歌なんて聞いとう。なんで急にこやつら歌いなが始めたんだろうなと。わしらですら、急に歌いなしたんだろうな。おさよ、神代の頃も、そして良き歌にござりまするがいい。急にもう。こういう歌は何ぞやって言ったら、いきなりじゃあ歌を歌おう。気分が高揚しすぎて、あの、よくわからんことになった。これは年齢様。見事なるお手前に、まあ、お主いいから早く来よう。はい、これについて説明しよう。腰を折らんでくださいはいはいはい、初めてだね。この紅葉中のはそもそも、あ、落葉樹、葉がな、落ちる植物が冬支度をする過程にて生まれるものなんじゃな。ほう、この紅葉中のは、まあ、大きく分けて
3つほどその原因注文がござって、うん、まあ例えばどのような要因でなるかちゅうと、1つ目が気温の寒暖差が大きい時。なるほど。例えば気温が10度になってまいりますると、うん、その冬支度のいわゆる引き金を引くことになり申して紅葉が始まるというふうに言われます。植物にとっては気温が10度というのが冬の始まりである。さようにござります。最低気温が10度にて冬の始まりして、8度を下回るとそれがまた加速いたすということで、今このような見事な紅葉になっておるでございます。なるほどな。してまた他の要因では2つ目を挙げるとするならば、晴天なる日。ほう、やはり春の日。さようにございます。このような日、日光をたっぷり受けることが植物にとって大事なのでございます。まこと紫外線を浴びることが大事なんじゃ。おそうそうそう、私はできるだけ浴びたくないが、記事まあいいわ、もう後で、後で教えて。どんなにあの植物が日光当たるの大切か、後で教えて。やはり光合成なるものが生まれる。なるほど、よしよしよし、大事なんじゃ、日光のことが。あ、大事なんじゃな。してまた最後の一つが、空気が乾燥しておること。乾燥、かように戻ります。乾燥はしできないとしたくないな。よし、ケジ、これも後で説明したいで、後で、後で、おとなしくしとってじゃ。なるほど、いいぞ、続ける、続ける、続ける。まあ、すなわちこの3つ、気温の寒暖差、晴天なること、空気の乾燥、うん、この3つが植物の冬支度を始めるということになり申して、なるほど、上にこのような見事な紅葉となっております。しかもこれはこういった環境が揃うというのは世界的に見ても限られた地域でしか見ることができないわけじゃな、はい、故にこの日の本ならではの状況でもあるというわけで、まあ、この日の本に住んでいる皆々はなんとも美しい土地に住んでおるというのをぜひともこたび学び取っていってもらいたい次第であるわけじゃ。そして紅葉の和歌も聞いてくれ。なるほど。それはついででええじゃん。まずは見た目の経過を楽しむことじゃろ。さあ、とはいえ、ええわ、もうお主らの千葉銀河はどうでもいい。とはいえ、ここにおる皆々は、おそらくもっと紅葉の知識を得んがために、我らのこの話を聞きに来てくれたわけじゃね。まあ、わしらのこの付け焼き場の知識以上に、おそらく。付け焼き場の知識。わしらなんかさ、植物のそんな専門家ではねえやろ。確かに、わしらって乾燥とかだな。そうそうそう。わしら400年前のこと話せっちゅって言われたら散々話せるけれども、植物のことはそんなに知らんでんな、さすがに。もっと植物に詳しいものが何やら来とるみたいだね。なんと、おたびは、この動植物園の園長がやってきてるということで、大きな拍手を。いや、もう第一人者と言っても過言ではござらんということで、どうぞどうぞ園長。いや、こちらの、拡声器の方を使って一言ぜひぜひ皆々に挨拶を。皆さんこんばんは、ようこそ東山植物園に来ていただきました。もみじの方もこれから何回もよろしくお願いします。何を受けたのは園長殿にいくつか質問させてもらえるとということで、全く知識がないわしが質問いたしまいろうということで、もうみなみなと同じ土俵に立ってこたび質問してまいろうかなという。それが一番いいかもしれんな。まず純粋に、紅葉、いわゆる赤くなるものと赤くならんものの違い、なんかこの植物の違いを教えてもらえたらなという次第でございます。はい、それではあの紅葉の仕組みをちょっとだけお話しします。あの葉っぱの中には色のもとが3色あります。3色、色のもとが3色。赤色のもとと黄色のもと、黄色、緑色のもと。信号機じゃ。そう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 。であの先ほどの温度が10度になってくると緑色のもとの、色がなくなっていくわけです。なくなる。すると黄色と赤が葉っぱの中に。あ、春は赤くなる、あるものは黄色くなる、だいたい。なるほど。なるほど。寒くなると緑がなくなっていくんじゃ。それが原因なんじゃな。つまり赤が増えるとか黄色が増えるのではなく、緑がなくなるでその残った色になる。その通り。はあ、なるほど。例えばイチョウの葉っぱ、黄色いの、黄色です、うん、赤いイチョウの葉っぱあります、うんうんうん、あれはもともと赤色の元が葉っぱの中にない。黄色と緑のみ。なるほど、赤がないんじゃ、止まれない。すごいですな、そういう違いで黄色になるか赤くなるかっていうのが出てくるんだ。そういう、なるほど。そこでまた一つわし聞きたいことがある。
最も赤くなるものとかこう違いはあったりします。植物によってはこれはもう一番赤くなりますっていう、例えば園内にある植物なんかでも、モミジの、カエデの仲間ですね。カエデ、カワモミジというのが、一番赤く葉っぱが変わるということです。例えば どこにこの園内でござれば、ここの上に上がった道路が合掌線という道路でして、そこがモミジのトンネルになっています。その中にたくさんイロハモミジがありますので、そこが、ま、あの最も赤くなります。ちなみにございますけど、園長の中で この園内での一番のすすめの場所はこの紅葉に関して、モミジということであれば、やはり奥池の逆さモミジと今のモミジのトンネルと2つが、そこと、あと池のとこの場所はぜひとも巡ってまいりたいと、だでこの後このトーマが持っておるこのモミジ狩りのこの写真撮るにもこういったところが活用できるかもしれんで、この紅葉の中でも最後に一つわし気になったんですけれども、その先ほど、まあ、光が当たってこの気温が下がると、まあ、赤であったり黄色が残って色が変化していくっていう申し上げたけれども、中には青黄色赤みたいなこうグラデーションになるみたいなこう段差ができているものもありますけど、あれは どのような仕組みであんな違いができてしまったの？これは植物園の中木がたくさんあって、うん、気温が下がっても上の方は気温が下がって早く赤く色づくんですけれども、下の方についてはまだ暖かい空気がある、あそのばらつきで、色が違います。そういうことか。色もみじといって、赤色、黄色、黄緑、黄緑、それから大々色です。で、5色で五色もみじ。五色もみじ、珍しいですかな。珍しいと思います。なるほど、まあ、そんな貴重な風景を見れるのもここ東山植物園ならではであると。そうですね、動物園だとやはり木があんまり多くない。ああ、なるほどなるほど。なれば一斉に真っ赤に染まってしまうんですけれども、それが木のばらつきがあるために何色かに分かれる。多くの植物があるがゆえにこういった景色になるというわけじゃね。ぜひともみんなにもその五色もみじになるのを探してもらったり、園長が申し上げたところに注目してもらって見てもらえるとより楽しんでもらえます。もう一つだけ、もう一つ、なんと天気がちょっと今雨が降ってきて、そんなことない、そんなことだなそんなことだな、そうみんなちょっと気にしてたかもしれんけども、そんなことだな。温室の中に赤く輝く花が、おー、星面倒くさくなるで、続き聞こうや。温室の中はとっても暖かくなっておりまして、ムクナベネッティというムクナベネッティ、ハワイアンハウス、ムクナベネッティ、ムクバベネッティ、ベネッティでございます。ベネッティ、真っ赤に染まる美しい花が咲いておりますので、寒くなってちょっと暖が取りたいなと思いましたので、ぜひ温室の交換の方に。なるほど。温室内は暖かい。もちろん。おお、じゃあもうわしずっとそこにおろうかな。出てください。この後我らグリーティングなるもので見上げる写真が撮れる国もござる。あ、まこと、まこと、温室に寄ったらいかん。温室に寄ったらいかん。あ、ぬくぬくしとったらいかんと。ぬくぬくしとったらいかんと。オッケー。今まで鍛えられたこの体を見せてくれませんか。こうじゃな。ダメだよ、嫌でしょ、今日は。いや、園長、まことにたくさんの知識ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、こうやってやはり専門の者から話を聞くと様々な知識が得られるわな。はい、ありがとうございます。やはりこういった機会もなかなかにあで、みなみなもいい機会になったのではないかなと思うと同時に、まあ話聞いた直後にそのもみじが楽しめるのはこの小旅の機会が非常に珍しいものだで、ぜひともこの後我らも園内ぐるぐるとしとるでな、ぜひともわしらと写真を撮りたきもの、またこのモミジを背景に写真を撮りたきものなんじゃ、わしらにもぜひとも声をかけて、で撮った写真はこの、武将と月夜のモミジ狩りのハッシュタグをつけてぜひともツイッターでつぶやいてもらいたいしたいと。よろしくお頼みます。よし、まあとはいえこの話をしてるともう写真撮りに行きたくてうず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 し始めたのは何人かおりそうな気配がしてきたで、まあこちらから見ると真っ暗でよく見えんのじゃけど、気配だけが見えそうだと。さよだけ、まあもう早速行くか。はよし、あ、早速なの、時の声を上げてもらいます。よし、それでは皆の衆、その場で拳を掲げよう。モミジ狩りいざ出陣。おー